ディラン・デビット・モスコビッチは、カナダ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ルボーフィ・イルシェチキナ、カーステン、ムーアタワーズ、妹のキーラ・モスコビッチ。2014年ソチオリンピック団体戦銀メダリスト。他の表記に、ディラン・モスコビッチ、ディラン・モスコビッチなどがある。1984年トロント生まれ、2歳でスケートを始める。 男子シングルの選手として2000から2001シーズンのカナダ選手権ジュニアクラスで本戦に進出。翌シーズンは本戦に出場はなかったものの、続く2002から2003シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦。2003から2004シーズンにはカナダ選手権ジュニアクラスで2位に入る。翌2004から2005シーズンからシニアクラスに昇級するが、 カナダの男子シングルでは屈指の選手とまでは言えない成績にとどまり国際舞台からは遠のいた。シングル競技と並行し済したの妹キーラと組ペアでも競技会に参加。2005から2006シーズンにはカナダ選手権ジュニアクラスで優勝、翌シーズンからシニアクラスで7位、4位と成績を残したがキーラの年齢が 国際スケート連盟の定めるジュニアクラスに達しないため2007から2008シーズンまで国際競技会には出場が叶なわなかった2008から2009シーズンに国際競技会デビューを果たしたがカナダ選手権には出場せずペアを解消した2009年にカーステン、ムーアタワーズとのペアを結成開催国水戦によりスケートカナダ出場を果たす カナダ選手権でも5位となり4大陸選手権、カナダ代表となった。2010から2011シーズン、グランプリシリーズのスケートカナダで ISU 主催の大会で初めてのメダルとなる銀メダルを獲得。スケートアメリカでも銀メダルを獲得し、初めてのグランプリファイナル出場を果たした。カナダ選手権では初優勝。2011から2012シーズン。 グランプリシリーズ2戦では両方とも銅メダルを獲得するものの、カナダ選手権では表彰台を逃しシーズンを終えた。2012から2013シーズン、US インターナショナルクラシックで自身初の国際大会優勝を飾る。カナダ選手権では2位に入り、4大陸選手権でも2位。2年ぶりの出場の世界選手権では4位に入った。2013から2014シーズン、 US インターナショナルクラシックで2年連続の優勝。スケートアメリカは SP、FS ともに自己ベストを更新しにロステレコム杯では3位。3度目の出場のグランプリファイナルでは6位だった。ソチオリンピックの団体戦は FS に出場しに銀メダルを獲得した。世界選手権では2年連続の4位。 4月30日、ムーアタワーズとのペアを解消することを発表した。その後、ロシア出身のリボーフィ・イルシェチキナとペアを結成し、リー・バーケルとブライス・デイビソンにコーチを変更した。2014から2015シーズン、イルシェチキナとの国際デビュー戦となるワルシャワハイで優勝。カナダ選手権では銀メダルを獲得し、4大陸選手権と世界選手権に出場した。 2016から2017シーズン、スケートカナダで銅メダルを獲得し、4大陸選手権では4年ぶりの表彰台となる3位。世界選手権では、国内王者のメーガン・デューハメル、エリック・ラドフォード組が負傷で、不調のところ、自己ベストの演技で6位に入り、カナダペアのオリンピック出場枠、3を確保した。2017から2018シーズン、フィンランデやアハイで4位。 スケートカナダで6位、フランス国際では4位。ピョンチャンオリンピック代表のかかるカナダ選手権では、ベア結成以来初めて表彰台を逃す4位で、代表の座を逃した。4大陸選手権でも4位に終わり、このシーズンは主要な大会でメダルを手にすることはなかった。2018年4月10日、現役引退を発表した。詳細、編集詳細、編集。 ありがとうございます。